先週よりもちょっと今日はちょっと一つ落ちちゃったなっていうのが私の今日はちょっと感想だったんですけど、今回ね本当お客さんが大勢来てくださるし、その期待をさ裏切らないようにしたいなっていう気持ちがすごくあるの。せっかく大勢の方が皆さんすっごい楽しみに来てくださってるのに、こんな感じみたいにはしたくない。来るので衣装をつけられる人は衣装をつけてやりましょう。はい、では頭からお願いします。お願いします。時は13世紀頃、中世のドイツ、ある晩秋のたった2日間の出来事です。はじめは警戒していたオデットですが、王子の優しい手に支えられて、徐々に心を許し、人間的な愛情に目覚めていきます。有名な愛のグランアダージオです。白鳥たちは愛の傘下で二人を包み込みます。バレエ団にとって最も上演回数の多いこの白鳥の湖の成功から、谷間向こうバレエ団は本格的に全幕上演に飛び出しました。皆様の記憶にもまだ新しい白鳥の湖から、第3幕の北鳥のグランパドゥドゥ、本日は新春公演とはまた別のキャストにてお楽しみください。国鳥オディール、ハセマヤ、王子ジークフリート、浅田義和、ロットバルト、今井智也です。
シールが見事に王子を騙し取ったはずでした。これ難しいな、話すバランスが難しいな今回。あ、迷う。だからさ、男性の方に手をやった時に肩が上がって見えないようにちょっと工夫しないと。飛べますかってちょっと低すぎる。エルちゃんとカホコちゃんが振り向くのタイミングが違う。私今回、きれいきれい。本庁です。
ってたよりよかった、うん、あんま褒めちゃいけないけど、すごくいいんですよね、うん、あそこめっちゃあれなかなかできる人いないんですよね、はい、弱い弱い。これちょっと弱いね。月曜日だからみんな。ちょっと遅れてるよ。絶対音に遅れない。さすがだね、やっぱり見せ方を変えてくるんだよね、上手い人は。手が腕が長いね。じゃあこれで終わりますけれども、ちょっと 2,3 注意点が、もう今回ほら生演奏は品質だけで、あとはもう音ね、 CD だから決まってるじゃない。いろいろ変えてきて皆さんに合った音にもなってるから、もうここからはここに当ててみんな踊っていかないと。まだ今日私見てて気になったのは、音楽となんか合ってない組が結構あったので、もうここで決めたからこの音でしかいけないっていうのをもう記憶させて、ここでもうやって決めて音をちゃんと掴んでいかないと、非常に音がね、なんかまだまだなんかどうとでも取れるなみたいな踊り方の組が今日は多かったから、これちょっと注意していきませんか。まあ今日ちょっと月曜日だったから、体がちょっと土日挟んで上がりきってないなっていうのは、この間の先週よりもちょっと今日はちょっと一つ落ちちゃったなっていうのが私の今日はちょっと感想だったんですけど、もう2週間
前になってしまいましたから、ここからはもうみんな上げていかなきゃいけないし、今回ね本当お客さんが大勢来てくださるし、その期待をさ裏切らないようにしたいなっていう気持ちがすごくあるので、せっかく大勢の方が皆さんすごい楽しみに来てくださってるのに、こんな感じみたいにはしたくない、頑張りたいみんなで、なのでちょっとこの2週間頑張っていきませんかみんなでね、ということで怪我に注意、それから体調に注意、あとちょっとやっぱりこうなんていうの、体をもう少し絞ってほしいなって人が今日何人か見受けられたので、もうご自身で分かってると思うけど、そういうこともやっぱり、やっていくってことは当たり前のことだと思って頑張ってください。はい、以上です。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。新国の中劇場は1階と2階のみですね、はい、軸アンドールになってないから、軸足アンドール、今の人軸アンドール、20分経ちました。はいはいはい、もう時間ないね、もうしょうがない、ここまでにしよう、それで残り明日でやろう、はい、しょうがない、明日またどっかでちょっと時間を見つけてやらないと、少し気合を入れ直してください、非常によっぽどしてないです。ほら斉藤舞ちゃん、どうしてどうして、言って、悟った白鳥が抗いながらそれでも羽ばたこうとする様子を描いています。